柳沢聡と申します。介護を13年やってきた。日本の未来、これから高齢化は加速、寝たきりが多くなっていく、そんな状況の中で高齢化になったら終わりだ、一刻も早く死にたい、そう思う高齢者結構多いですね。これは高齢者だけじゃない、10代から30代までの若者たちが一番死ぬ原因として多いのが自死なんですね。命を絶ってしまう。子供から大人まで地獄みたいな社会を変えるために政治がある、当然のことです。どうかお力を貸していただきたい。ここ品川では柳沢聡にその先頭に立たせていただきたい、そのようなお願いでした。すいません、ありがとうございます。品川区は23区の中で高齢者1人当たりの介護施設数、介護職員数がワースト1位2位、こういった不名誉な状況なんです。これ皆さんあまり知らないこと、それも当然なんです。介護というのはいざ困った時、自分や家族が病気になったり怪我をして、その時に初めてサービスを利用しようと思う、その時品川区、あれ介護のサービス受けれないんだ、自分の地域何もサービスないんだ、そうやって初めて気づくんです。私柳沢聡は地元品川で8年介護の仕事をしてきました。だからこそそういった不幸をこの目で最前線で見てきたんです。介護離職、介護難民、ヤングケアラー、老老介護、そして介護と仕事の両立、ビジネスケアラー、これもどんどん増えていきます。だからこそそういった不幸を地元品川で減らしたい、そのために私は立候補を決意しました。宗教団体、大企業、そういったバッグ一切ございません。もう捨て身で立候補いたしました。それが私、令和新選組の柳沢聡です。